片目も今を直し中、天地無、復帰前に整形した3ヶ所、明かす、5回くらいリピしてます。昨年10月より無期限での活動休止の宣言するも、今年の4月に、出産報告活動再開を報告した YouTuber の天地無、30、が19日までにインスタグラムのストーリーズを更新。復帰前に行った3加所の整形について明かした。この日、 天チムは復帰前に行った3箇所の整形の詳細を説明。それぞれの執刀医について紹介しつつ、二重修正について、ハム目地ミの片目を直してまったけど、うますぎてもう片目も今を直しなか釣り上げ方で、やってるけどダウンタイム短い、ヒアルボトの輪郭調整について、顔全体のバランス見て各方面から注入ヒアルは、デコ方法冷戦ボトは広角、片っこ首筋。 唾液腺、側頭筋へとセトラ、値段はお高め、糸リフトについて、腫れないし手術が早い。直後からちゃんと引き上がってる5回くらいリピしてます、と綴っていた。その上で、好みあるので症例見るのとカウセ巡りは絶対。一つのクリニックで全部治すのではなく、先生にも得意不得意あるので、目なら目が得意な先生。 花なら花が得意な先生と箇所によって分けていくのを勧めます。好みやなりたい顔はあるかもしれないけど、欲張らずに自分に似合うことを優先と、整形手術経験者ならではのアドバイスも添えていた。天智ムさんといえば、自身が関わった商品による相手企業からの訴訟問題で苦境に立たされており、YouTube でそうした現状について赤裸々に明かしたことも、 一方で、整形については以前から公表しており、今回のように経験者だからこそできるアドバイスをし、ファンから反響を呼んでいます。ちなみに復帰前の整形については、少し前もインスタグラムで言及しており、私の好きな系統の爆美女の顔面共通点が二重幅が狭いっていうのもあるのですが、 年を重ねて二重幅が広いと老けてまみえるプラス顔が一昔前感を過去の自分見て思ってたので復帰前にちゃちゃっとお直ししたら意義に垢抜けたので押します。顔やタトゥーは一生物なので絶対ケチらないでくださいと綴っていました。女性シライター。出産を経てさらにパワーアップし、美しくなったと評判のテンチム。今後も様々なアップデートを重ねていくかも。 ケンチムの実用的な成形エピソードは、成形を考えている人にとってかなり役立ちそう。